通の返事だと、じゃあ高岸、はいってこう返事すると思うんですけど、済美高校だと、高岸、あるわ高岸、あるわって返事しなきゃいけないっていう。ティモンディのベースボール TV！ ティモンディのベースボール TV！ 始まりました。今回はですね、済美高校の当時の野球部どんな感じの日常を送ってたのかみたいなのをちょっと話していきたいなと思います。基本的に練習はまあしんどかったですね。合宿の時なんかほんともうずっと夜遅くまでやってたもんね。夜中の3時まで夜中の3時までやって、ピッチャー陣は6時からダッシュそういうのはね、なんかあれはあれで今思うと楽しかったよね。楽しいよ。もうグラウンドで寝てね、グラウンドの小屋で寝て。小屋で寝て。うん、まあ、練習量でいうと、済美と、浦学が日本一番きついんじゃないかみ当時言われてたよね。そうね、もう一緒に合同で練習もしてね。そう。どっちの方がしんどいかみたいなのを。ウェイトトレーニング場で監督が目ないところで、こういう練習してんだよみたいな浦学の選手たちと言い合って、で当時浦学が来た時になぜか知んないですけど、上皇監督が頭の回転が速いやつは野球もうまいんだと。じゃあ頭の回転の速さをどこで培うか、100マス計算だ、お前らみんな100マス計算しようって言って、そのみんなで100マス計算をするっていう時間があって、それもたまたま浦学の人らも一緒で、浦学もじゃあみんなでやるかって言って100マス計算をみんなでしてるんですけど、これいつもやるのみたいな、浦学の人も聞いてくる謎練習みたいなのもありました、ね、で僕結構100マス計算早くて、そういう理由でベンチ入りしたりとか、そういうのも全然ありません、ね、済美高校は。なんでヘッドスライディングがうまいっていう理由でベンチ入りする子もいて、あれもなんか理由はよく分かんなかったけどね。勇気があるってことですねまあまあ監督がそう思ってたのかどうか分からないけど、お前はベンチ入りやってこう綺麗なヘッドスライディングをしたやつに言うんですよ当時いろんな理由でなんか監督が見てたっていうのはありますね。まあ、基本的に練習メニューがそもそもちょっと様変わりというか、でも僕でも当時考えてすごかったなと思ったのが、エルゴメーターって知ってます？棒とこぎのトレーニング機械で、今本当にプロ野球の球団もそのトレーニング器具を採用して使ってたりするんですけど、まあ、ボートの全身運動なんで足も使うし上半身も使うという意味ではめちゃくちゃこれは体に効くぞっていうのを当時上皇監督が取り入れてるっていう、あれは今思うとすごいなというか先見の明があるなっていう。暑熱順化トレーニングって言って消防士の人もやってるみたいで、暑さに慣れるためのトレーニングなんですけど、真夏に消防士の人はそのフル装備をして、でビルの中をこうひたすら上がり下がりする、ある意味でサウナの中でトレーニングをするみたいな環境を作ることで体温の上昇をこう毎日続けてると抑えれるようになると、まあ、ある意味でそれに近い行為を僕らの代もしてて、真夏にグラウンドコートっていう分厚いやつを重ね着して、あとなんかシャカシャカみたいなの中に着て、でタイヤを引いてノックをしたりする行為もしてて、これめっちゃ当時熱っとか思ったけど、まあ、実際あれ終わった後めちゃくちゃ涼しく感じたもんね。いざ公式戦をしていると、あれこのスタジアムエアコンついてる、あれこのスタジアムエアコンついてるって思うくらいの涼しさで、だからバテることがないんです。だから1回から9回まで基本的にそのクオリティは変わらないよね。そうですね、最初から最後までバテることもないし集中力が切れることも基本ないもんね。まあ、済美高校そもそもその野球上手くなるだけじゃなくて人間性を高めようみたいなところがあって、人間的な部分でも育てられてるね。そうね、最初入って1ヶ月はもう挨拶と返事の練習、これでチームワークと統率を合わす、だから最初はもう心の練習か。返事だけって言うと野球関係ないじゃんとか根性論じゃんとか
ある思うのは分かるんですけど、それこそまあただただ上手い人を集めたチームと、そういう返事とか集合とかをひたすらこうやって、みんながこう感覚を共有できるチームとじゃ全然、いやまあ一個違うよね。はいをまず練習をすると。はいはそのいわゆる普通のはいじゃなくて、みんなと同じクオリティの同じようなはいを言えるようにならなきゃいけない。だから普通の返事だと高岸はいってこう返事すると思うんですけど、済美高校だと高岸あるわ高岸あるわ返事しなきゃいけないんだよ。でこれはじゃあどうやって培うかっていうと、全員一列になってで今の返事をじゃあ100回って言ったら、みんなで100回ずっとやると。で全員100回できたらじゃあ200回300回400回ってこれでどんどんこう感覚を共有できるようになる。僕ら的にはまあ結構チームを作るという意味では意味がある練習だったんじゃないかなと思いますね。挨拶もでも同じような感じですね。だからおはようございますっていうのを済美風に言うと、おはようございますみたいな。おはようです。おはようです。ってなるっていうこういう感じですね。字幕つけなくてもみんなわかりますよね。おはようです。まあジョコ監督が監督室からマイクで喋るんですよ。でスピーカーがあって。で監督がなんか言ってるんですけど、基本おじゃ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 でみんながうわっって動き出すんですよ。で1年生の時本当分かんなかったもんね。最初はもう違う国の部族を見てる気分でも、こう自分たちで練習した後に他の高校と練習試合して挨拶を聞くと、あ俺たちは済美高校入ったんだって順応したっていう一つ嬉しい思い出があります。僕は70メートル四方っていうランメニューがありまして、一辺を70メートルの四角形を作るんですね。280メートルを作るんですよ。でこれを一周するんですね。で先頭が確か1分とか、一番下が1分、70秒、1分10秒とかでクリアをしないと、本数が減っていかないっていうランメニューがあって、まずその最初の60秒を切る人間がいなきゃいけないんで、1人がもう一生懸命走って、で残りの人間はその70秒を切るためにみんなでこう協力して、それこそ足が遅い人もいれば体力がない人もいたりしてっていうのをこうみんながクリアできるまでやり続ける。例えば10本クリアできなきゃダメだよとか、20本クリアできなきゃダメだよって日によって違うんですけど、この練習が僕がそれこそ筋持久力がすっごいなくて、で当時筋力がめちゃくちゃあったんで体が重たくて本当にしんどくて、そういう時に高岸が本当背中を物理的に押して走ってくれて、もう本当に普通に走ってたら80秒とかかかっちゃうところを高岸がグーって押して10秒間縮めてくれたりとかいうのをしてたんで、まあなんとかはなったんですけど、個人的にはめちゃくちゃきつい練習でしたね。1時間ペッパーとか、ペッパーね、うん、このペッパーっていうのはなかなか厳しい練習で、まあ監督がほいって投げた球を取るだけなんですよ、簡単に言うと。ただ飛び込んでギリギリ取れるかっていう球をひたすら監督が投げ続けるんで、立ち上がった瞬間にそのボールがまた飛んでくるんで、飛んで取って立ち上がった瞬間にもうボールが来てるからって、ひたすらこう飛び続けるっていう練習があって、これが本当にもうマンツーマンの休む時間がないっていうのでめちゃくちゃきつかったですね。見てる方はずっとオットセイを見てる状態からも自分も経験することでオットセイの凄さを感じました。オットセイの凄さを感じました。オットセイの凄さはまた話変わってくるんだけどで本当にもう寝て起きて寝て起きてをひたすら繰り返すって、こんだけしんどいんだっていうのは感じるところでありましたね。僕らの代は甲子園は一切土を踏むことはできませんでしたね。地方予選で決勝をさよなら負けしちゃった。まあ一生懸命頑張ってただけあって、まあそれは悔しかったは悔しかったよね。もちろん悔しかったですよ。
でもその経験があるから今頑張れて、で甲子園で始球式をもしできることができれば僕らの代のみんなの分も夢を達成できるんじゃないかと信じて今2人で頑張ってます。みんなが達成したわけではないんですけど、シンプルに僕らが始球式するだけになっちゃうと思うんですけど、ただまあ一個甲子園っていうのを僕らの中で夢まだあり続けてる理由でもあるかもしれない。なんでまあこう芸人になってちょっと甲子園を写真を見たいなみたいな今でも持ち続けてるところであります。衝撃を受けた選手第1位がすごかった、発泡スチロール投げてました。あれということで今回は練習等々の話をちょっとしたんですけども、まあ、もし見てくださった方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ありがとうみんなならやればできる。